柏しわどつよし、かしわどつよし、かしつよし、1938年11月29日から1996年12月8日は、山形県東田川府山添村、現、鶴岡市出身の元大相撲力士、第47代横綱、本名は、東津よし。1938年に、 山形県で果樹園などを経営する豪農の次男として生まれた。小学生から後に活躍する相撲をはじめ、バスケットボールやサッカー、陸上競技などで万能選手として活躍し、中学校に入学した時にはすでに身長が180センチメートルに達していた。県内でも有数の進学校である山形県立鶴岡南高等学校に進学するが、 子供の頃から特に好きだった相撲を続けるうちに、東田川軍大会で、勝したところ、噂を聞きつけた伊勢の海から熱心にスカウトされた。しかし、実家の後取りとして育てられていたことから両親に、かたくなに反対された。そこで、伊勢の海から、東京見物の名目で実家から連れ出され、軽い気持ちで、伊勢の海部屋へ連れて行かれたあげくに、幕力士を相手に相撲を取ったところ、 兄弟子に対してかなりの強みを見せたので自信が出て、さらに熱心なスカウトを受けたので入門を決意した。1954年の蔵前国技館落成の場所に初土俵を踏んだ。戦後直後の復興期に使用していた仮設国技館などの暫定的な国技館と全く異なる新しい国技館の開館である節目の場所に初土俵を踏んだこと。 こんな素晴らしい場所で相撲が取れると思うと感動したと語った。若い頃から大いに期待され、幕下時代では伊勢の海から伊勢の海部屋の戸賀氏を知ってるか、未来の横綱だぞと公言されるほどだった。大きな期待を背負いながら1957年11月場所で新十両昇進を果たすと、トントン表紙のまま1958年9月場所で、 新入幕を果たす。当時十九歳での入幕は、スピード出世で、若秩父孔明、豊かな海を染みと、ハイティントリオと呼ばれた。1959年三月場所から伊勢の海部屋で、伝統の仕込め、十一代柏戸を襲名した。この場所は、西前頭十三枚目で、横綱大関との対戦こそなかったものの、終盤まで、土地に敷き、 若の花の両横綱という賞を、争い3賞に敗い、関東賞と技能賞を初受賞する。翌、5月場所は、東前頭4枚目に進み、上位人発挑戦の場所となったが、初日大関、琴ヶ浜を救い投げに破ったものの2日目から8、連敗、最終的に5勝10敗で幕内で、唯一の解禁しての負け越しになる。9月場所で、 前頭三枚目までは案付けを戻し再び上位挑戦。大関を狙った若葉黒と土光の関脇二人を下すなど十二勝三敗で二度目の関東勝、翌場所で新三役に昇進する。1九六十年一月場所は東小結びで迎え、十二日目にはこの場所が新入幕で初日から十一連勝中の大砲後期との対戦が組まれた。前日の取り組みの後、 支度部屋で記者から、明日は全勝の新入幕、大砲ですが新はと聞かれると、番付を見ろ、俺は小結びだぞと一周した。当時から強気な性格で有名だった、柏戸だったが、本当は負けるのではないかと考えていた。それでも本当に、大砲を下手出し投げで倒すと、九勝六敗と勝ち越して、同年、3月場所には関脇に昇進した。 カシワドの会心劇は止まらず、同年9月場所で大関に昇進すると、1961年1月場所では13勝2敗で幕内初優勝を遂げた。優勝力士の副将として、エールフランスからヨーロッパ旅行に招待されたが、テヘライ空港で曲げを見た人から同行した、カスガノの妻と勘違いされた。同年9月場所では12勝3敗で、 優勝決定戦に進むが、妙武谷力信は倒したものの大砲後期に敗れて優勝を逃し、星数も直前三場所で三十三勝と力不足だったものの、場所後に大砲後期と共に横綱昇進が決まった。柏戸が横綱に昇進した背景には、白砲ムードで盛り上がった世論の動向があった。歴代の柏戸には、大関まで昇進した力士がいるものの、 横綱に昇進したのは初だった。さらに22歳9ヶ月での昇進で、寺四国一万倉の持つ三連勝記録を大砲後期と共に更新した、現在は歴代5位。テレンビのない成功法の相撲ということもあって、平幕時代には横綱戦後戦全敗と通用せず、金星獲得はない。それでも関分けに上がった頃から、自力も増し、 土地二式には五連敗のまま引退されてしまったものの、若野花に四連勝、浅潮には五連勝するなど彼らを圧倒し始める。通算では浅潮には六勝四敗と勝ち越し、若野花には六勝六敗と五分の星を残した。入門当初に、伊勢の海から、未来の横綱だぞと言われた通りに、横綱へ昇進し、その後も安定して二桁勝利を挙げていたが、 1962年頃から期待されていたほどの相撲ぶりを見せることができなくな、とりわけ相撲の守りの薄さが指摘されるようになった。上風小一からは、あれだけの体をしているんだから、何も慌てて立つことはないんじゃいいんですか。むしろ立ち遅れた時の方が、いい相撲になっていますよ。立ち合いを、もっと研究せんといかんじゃないですかと注文をつけられ、東、藤金一からも、 柏戸ワドの稽古は、ただ攻めるだけのものだったが、やはり、受け身の場合の稽古も必要なんじゃないかと思いますと、話した。1963年1月場所で、右手首関節年座、肝機能障害、蓄能症により発の休場に追い込まれと、その後は、怪我や病気によって休場することが、相次ぐ。 1963年5月から7月まで、塩原温泉郷でリハビリしていた頃は、毎日午前と午後に一回ずつ通院し、稽古ができない中で現地の中学生たちと休技を行って体を鍛えていた。また、東京の知人と一緒に、そこへ訪れたマッサージとヨガを研究する女性から、夕食野菜やカルシウムを多く摂取することやよく噛んで食べることを心がける。 要食事指導された。四場所連続九条から再起をかけた1963年9月場所には、玉の海梅吉の柏戸に勝たせたいねえの声が聞こえたかのように、大宝との千秋楽全勝対決を制して全勝優勝を果たした。柏戸は、この場所を10勝でもできればという心構えで望んでいたとされおり、千秋楽の朝にも優勝できるとは思っていなかった。 一番嬉しかったことはという記者の質問に対して何と言っても、塩原の生活から解放されて、晴れて巡業に出られるという時は、それこそ十枚目に上がる時とか、大関、横綱になった時よりも嬉しく感じられましたとコメント。優勝騎手は豊山勝雄が務め、オープンカーで北葉山栄春が支配を持った。これ以上はない復活劇に日本中が感動し、 柏の本人も、支度部屋で号泣するほどだったが、この取り組みを見た、石原慎太郎から、八百チ疑惑を新聞に投稿された。大砲自身は、ビデオ映像を見て、自分の思いだったと感じたものの激怒し、時津風の問いに対して、絶対に、八百チはやってないと、ことした。これを受けて教会は石原を告訴する準備をしたが、石原側から謝罪を受けて和解した。 この騒動を二人で解決に持ち込んだことで、大鵬と柏戸の中は改善された。このことから、白鵬時代と呼ばれ、高度経済成長期の相撲うご時代を支えた。横綱土俵入りは、同門の先輩横綱である鏡里の方を継承したが、横綱時代初期においては、大鵬と同様に柏手を打つ際に首を振る癖があり、1963年、 三月場所後に、双子山の談話で、その点を指摘された上に、を入れようと思うんだろうが、自然の方がいいですね、と分析された。横綱時代全般において、力み上にせり上がりが不安定であり、終盤期にはバランスの悪さが、顕著化した。1964年三月場所では再び、大宝と、千秋楽全勝対決が組まれたが、今回は大宝が勝利した。 その後も病魔によって、甲府町の波が激しく、球場回数も徐々に増えたため優勝回数が伸びず、連覇はなかった。しかも同い年、学年は柏戸が一つ下の土地の海、明良吉美、佐田の山新松が先に引退してしまい、自分が引退すれば、横綱が大砲和ずとになる事情から引退できず、肝臓、腎臓も悪化させて、成績不振も多かった。 見かねた時津風が、柏戸の体は、瀬戸物でできているみたいだと嘆いたこともある。下記に、白鵬領有の、主な千秋楽大戦を記す。優勝回数こそ5回で、大宝の32回と比べると、少ないように見えるが、横綱在位47場所、歴代6位、優勝に準ずる成績を残すこと15回で、 勝率も低いとは言えず、大砲との相性の良さを差し引いても当時を知る人の、中では柏戸を弱い横綱と評する人は少ない。大関時代までの大砲にとっては最強の壁で、大関時代までは柏戸、7勝、大砲、3勝だった。その後、大砲が10勝10敗で並んでから16勝16敗までは全く頑固し、真に、 領友白中の白鵬時代を表した。優勝、大鵬、大戦、柏戸と言われたが最後は5連敗し、通算対戦成績は、柏戸、16勝、大鵬、21勝。一方で、大鵬の弟、弟子、大麒麟進むのを苦手としていて、通算成績でも8勝9敗で負け越している。白鵬領友の対戦は、1960年。 一月場所から九百六十九年五月場所の五十七場所間に三十七回実現し、先週楽結びの一番の対戦は、史上三位の二十一回、先週楽両者優勝圏内の対戦が五回、うち相棒し決戦が二回あった。先週楽、太字は先週楽結びの一番を示す。九百六十四年までは、系統別相あたり性ではりが組まれたが、 同時期の横綱、大関の中で柏戸だけは、孤立無縁であり横綱土俵入りも追払いたち持ち、どちらも他の一門から借りていた。部屋別層あたりになってから、弟弟,弟子の藤の川武雄が入幕するまでは、対戦しない相手が、幕内に一人もおらず、横綱以下の三役歴史全員と戦わねばならない、などの不利もあったが、これを考えても、やはり立派な成績だと言える。 しかし引退会見では、白鵬時代などと言われたが、向こう、大鵬は、成績も立派で自分は怪我も多く優勝回数も少なくて恥ずかしかったと語った。大鵬とカシワドの前世紀では、当時の子供が好きだった、巨人、大鵬、卵焼きという言葉が有名である。子供以外に若い女性にも人気だった、大鵬だが、カシワドは、男性ファンからの人気が高かったことら、対応。 カシワド、水割りという言葉が存在していた。彼自身は、エビの天ぷらが大好物で、一度に130匹食べたこともあった。大人受けした理由として、立ち合いから、左前ふんどしミギをつけで一気に突進するという、取り口で、土俵際でも慎重に腰を落とすという定石も無視して、一気に長進を利用し、覆いかぶさるように相手を押し倒すかいなものだった。 相手が横に動くとあっさり負けることもあったが、その破壊力は誰からも恐れられていた。若の花騎士でさえも横に動いて、突進を回避しての投げで決めたことがあったというかその、凄さがわかる。その若の花も、柏戸に初めて敗れたことで引退を本格的に考え始めたとされている。豊山は稽古場で、柏戸の突進を受け続けているうちに反り腰になって投げる癖がついたと伝わ。 これも、柏戸の破壊力を示す逸話となっている。また四つ相撲が全く、ダメというわけではなく、得意は速攻だったが組んで、動きが止まってもそれなりの力は発揮した。入幕したばかりの頃は、右差しの強さにも注目があった。若き日は、各界のサラブレッドとも呼ばれていたが、体が硬く、性格も、不器用なことから伊勢の海は徹底して、速攻を仕込んだと言われ、 本人も曲げ起きるまで突っ走る思いで速攻にこだわ。ただしその取り口ゆえかポカが多く強い時には誰にも止められなかったが、弱い時には思わぬ相手に負けることもあり、好不調の波が激しかった。こうした取り口は60年安保闘争が終焉して高度経済成長を迎えた当時の日本のおおらかさを象徴するものであるという見方もあり、後年 NHK 解説委員会でも この点について話題が上がっている。金星配給十五個は、千代の山の三十四個を更新する当時の最多記録だった、現在歴代四位が、これは年六場所制定着後の横綱昇進で、横綱在位場所数が千代の山の三十二場所に対して四十七場所と長かったためもある。逆に、彼より長い横綱在位で、彼より金星の少なかったのは、大宝と千代の富士。 白鵬、現役がいるだけとなる。しかし、横綱時代初期の座談会では、州の山をはじめとして、突っ張り一本で生きるべきだという意見が大勢を、占めるほど突っ張りが強烈であることで知られていた。これに対して、NHK アナウンサーの北で聖五郎から、柏戸は、立山みたいにならなければいけないのかと注文をつけられ、州の山ははじめに、突っ張り切れない際は前、 ふんどしを取るべきだと、切り返しがいつの間にか、大砲の方が体重で柏戸を上回るとしたら、対抗するには前、ふんどしを取って、相手の左を追っつけていくしかないと思わず当初の、意見を上回る理想の方を口にしていた。結果として、柏戸はその理想の方を体得した。1968年頃から引退が近づき始めた。同年1月から7月まで大砲が、 休場続きでチャンスと言える状況においても糖尿病の影響で満足に稽古ができない状況にあり、当時の雑誌にもなぜ稽古をしないでタバコを吸っているのか、と告評される始末であった。成績も引退まで9勝から10勝程度の勝ち越しが常になり、1968年11月場所に11勝の成績を挙げたのが、柏戸の最後の活躍となった。 1969年7月場所の初日、カシアドは後継さんに押し込まれて土俵際から叩き込みで新勝したが、2日目にはキリン時に釣り出しで敗れ、3日目にはアサトに左のドアから一気の押し出しで連敗したことで体力の境を感じ、現役引退を表明した。あと1勝で幕内勝利数が600勝に達するというところであった。 引退後は講演者の勧めで独立して鏡山部屋を創立、スパルタ指導ぶりには定評があった反面、弟子たちには門限も設けないなどの自由な側面もあった。技術指導面では思い切って前に出ることを教え、少なくとも四十代前半までは自分も回しを締めて弟子に胸を貸した。百七十五年七月場所には部屋最初の関取としてお沼が重量に昇進しており、 これはライバルであった大宝部屋が1977年7月場所に、獅子砲と巨砲を同時に部屋発の関取りして、新十両に昇進させたのとは2年先んじた形となる。自身の現役時代の戦場だった倉前、国技館最後の本場所となる1984年9月場所で優勝した多賀竜などを育てた。多賀竜優勝の表彰式では、 審判部長として優勝期を授与しており、これには自分が初優勝した時より嬉しくて、涙が出たよと瞳を濡らし、優勝した多賀流本人以上の喜びを見せた。部屋での育成の傍ら、記者クラブ担当を経て、審判部長を1982年から199年まで12年間も務めたが、物言いの際に経過を説明しない。 朝日富藤正也の横綱昇進をなかなか投信しなかった。1993年五月場所千秋楽の若野花雅子二式八十吉戦での微妙な勝負に物言いをつけい、などと素人筋からの評判は散々だった。特に朝日富士の横綱昇進の投信については、自身の綱取り成績を比較対象として扱われ、整合性を欠くとして大いに非難された。 ただし、副部長在任時の若見杉剛氏から、荒税 AA、A、戦では、双方が待ったを連発した際には、再三度評価から大声で怒鳴りつけ、しまいには審判団全員が、土俵に上がり両者に注意するなど、待ったや立ち合いのじらし、時間前の睨み合いなどには、厳しい姿勢を見せた。晩年の柏戸は深刻な腎臓病の悪化で、体調不良が多く、 週3回で1回につき5時間の人工透析を受け続けた副作用で骨が弱くなり、公的種だった大法に、おい見てくれよ、足こんなになっちゃったよと言っていたという。これを見た大法は、少しでも良くなるようにとカルシウム剤を渡したという。しかしその努力も虚しく、柏戸は1996年12月8日、肝不全のため故郷の母に先立って死去した。58歳だった。 暗い、君四頭、極日少女少女以上君、12月17日特使をもって、息をついたまもの、部屋は、相手氏の多賀流が継承した。改名は、岩鏡院、白術吉健庫寺で、墓所は、東京都台東区の谷中霊園にある。2014年、3月場所後、伊豆津部屋の閣流が、柏戸引退以来52年6ヶ月ぶりとなる。 時津風一門の横綱に昇進したが、各竜の明治神宮及び、伊勢神宮法のお土俵入りの際には、鏡山部屋の鏡王が、梅雨払い、伊勢の海部屋の勢いが、立ち持ちと、柏戸ゆかりの部屋の力士が務めた。柏戸は、コア表でぶっきらぼうだが、前述の復活優勝の時のように涙もろく優しい一面も、あった。テレビ番組で読まれた娘の作文に涙したり、 リハビリで立ち寄った塩原温泉郷では、地元の塩原中学校を訪問して、子供とバレーボールテニスなどで交流するなど周囲から大変好かれたという。球場明けは十五日間、塩原温泉郷の街中が役所で商店でも仕事を中断して、テレビの前に、まり、柏子どの取り組みを見守っていたといい、まるで、鶴岡市出身ではなく、塩原郡出身の力士であるかのような、 扱いであったという。優勝すると、塩原に凱旋し、塩原中学校に優勝支配を模したカップを送った。そのカップは40年以上を経た現在でも、運動会の応援合戦の優勝チームの表彰に使われている。前の海が受けた一度目の新弟子検査で不合格を言い渡した人物でもある。この時瓶付け油を頭の上に固めて乗せ、 紙で隠す不正がバレてしまったのであった。この例のように、新弟子検査に関しては厳格であり、猫星は行わない方針であった。舞の海は、その一件以来カシワドを恨んでいたが、1991年11月場所に技能賞を獲得したことが、カシワドの推薦のおかげであったことを知って見直したという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。